皆さんこんにちは。ひらめかりの YouTube へようこそ。ひらめかり YouTube。ひらめかみちゃん。ひらめかみチャンネルへようこそ。今日もよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、その着てピーカン。綺麗よ、ソロは。あなたに会えてる方に。あなげてて。ほんまに？ほんまに？本当に出てる。次会い次。今鼻毛どうした？地球に帰った。今日はですね、コスメキッチンさんにお邪魔して、私たちがいつも実は大好きなんで、はい、昨日言って今日無理やり開けてもらいました。本当にごめんなさい。本当に申し訳ありません。ありがとうございます。本当に。ということで営業中なのでそんなに大騒ぎはせずにまだ。いやいやいや。本当に。なんか説明しないとさ、終わらへんやん今日。でも本当に出てるやろ。本当に出てる。見てすごい長い。平気かな。いやいやいや。今日はですね、本当に私たちが好きなコスメキッチンに来て、コスメキッチンで買いたいものを爆買いしていくっていう YouTube なんです。第2弾ですね。そうなんです。爆買い第2弾。そうです。で前回は前第1弾。第2弾。でもあれコラボだった。さっきも来たね。楽天でも買ったね。あったね、まあいいですよね。何でもいいですよ。普段から私たちが愛用しているこのコスメキッチンでこの夏の気になってないアイテムを買っていこうかなと思ってるんですけど、本来はね、なんかね言い方がすごい、言い回しがすごい、なんか私らがコスメキッチン見たら買うものっていうのを紹介していく。どうしよう、はい、なので今日はですね、このコスメキッチンの私たちがいつも買うものをどんどん紹介していきます。それでは行きましょう。はい、今回はですね、コスメキッチンさん心よく OK してくれたんですけど、多分私たちが誤った情報を垂れ流すんじゃないかってことで、PR の方にお越しいただきました。わからない説明は彼女がしてくれます。じゃあ早速、はい、いきましょう。他にも2つ一応。2回も、化粧そんなにたくさんしていいのからわからないものばかりやから、ひらめちゃん教えて。あ、これいいやん。これ知ってる。ああ、水つけたらそれでクリーニングできるんだよね。優しく落とすね。本当に？本当に落ちるんですか？本当に落ちます。意地悪なことを聞くかもしれないんですけど、はい、摩擦ってダメじゃないですか。はい、どうでもいいんですか。すごく特殊なマイクロファイバー、めちゃくちゃ細かいマイクロファイバーで、もう本当に優しく擦るだけで落ちるんですけど、これは割としっかりものでいきますので、本当に優しいタッチで、すごい。結構しっかりマスカラとかも落ちます。アイライナー。なるほどね。あのね、乗せて擦るだけでなんかこの子がねベターって吸盤みたいにひっつく感じがすんねん。それがギュッて取れる。高速？これすごい。でも私ら化粧そんなしいいね。でもね、あれやん、これからの季節はあれやね、日焼け止め。あ、これとか体に。じゃあ大きいのがいい。3枚入りに買っとこうよ、その状態。あっ、じゃあ下に大きいの貼ってん。反対側がちょっと面が違う。そうで体当たりなんですけど、こっちはいい。はい、こっちの面をついてて、体用は逆側に赤すり機能がついてる。でこちらはデカいってことですね。全然、それにしてあ、見て、これ、例の。これ何知ってる？電気バリブラシ。違います、ごめんなさい。みたいなやつ。みたいなやつとか比較しないで。あ、私これも使ってんな。これマキコがよく使ってる。これいいなと思って。それなんか髪、マキコめっちゃ使ってる。何それ？これ2万円です。髪の毛を溶かしながら熱でズルッと見せんね。だからパサつきとか毛先のまとまりをきれいにしてくれるの。だからブラシで溶くだけで髪の毛が2つもできるの。サラサラに絶対です。すいません、これ何が違うんですか。ちょっとね、2人1人ずつやってくれる商品。あ、すごいすごいすごい。カメラ見て。ちょっと待って、ブラシを。でな、まあ普通に電気バリブラシやん。プラスオンの。すごい。マッサージ機能付き。どっちがいいんやろ。だからどっちって言ってんやん。いやいや、渡辺さんはこっち持ってます。どっち？こっち持ってます。こっち買っとけばよかったと思いました。髪が長かった時はこちらの方が良かったですね。こっちの方が良かった。短い時はこっち、はい、あなたより私の方が短いから私こっち。じゃあこれ買います。ありがとうございます。これパリでも使えますか。知らんから部屋に持ってけ。で、深見ちゃんも一生終わらへんで、もう分かる、もう降りよ。分かった、好き。あとね、僕好きやねん、セルフォーク。これ一生売り切れてるから紹介してもどうせ買われへん。え、そんなことないよね。本当なんかこういうね、みんなモデルさんたちがね、この辺をね死ぬほど買ってたから、ほらもうすでに見てないね。ヒロミちゃんよく見て、このアイシャドウパレットとリップが人気なの。でもこのアイシャドウパレットのテラコッタっていう色が入ってるやつがもう一生売り切れない。ヒロミちゃん間違えてる。なんかシェルボークさん一番売れたのはリップのテラコッタ。
間違えた。でもこのアイシャドウも一緒。アイシャドウも人気。テラコッタあんのちゃんと。キューバ。今あります。見ました。そこで本当にみんな使ってたで。今も使ってる皆さん、うん、これも本当にモデルとかさんが一番普及率すごいやつだと思います。そう、こんな感じでコスメキッチンオムラジマンドっていうのは2階がコスメがメインで、下がオーガニックのものだから、今日はね使っていきます。私これすごい知ってるよ。これ何なの？ヨルダンの鹿エナジーを入れたあのバスソルトなんだけど、これじゃなくって本当はね、もう一個お値段がお高いバケツみたいなやつに入ってるやつがあるんで、もうそれが本当に高級なモデルさんがみんな使ってる。使ってみる？ばあちゃん使ってみたい。いいよ、じゃあこれ使いましょう。え、なんで小さい方のあんた貧乏さん、大きいのにいいや。タカシも使う？使うに決まってる。ちょっと高いなと思って。肉だな、5000円でもヨルダンから来てるから。これも買おう。それ僕、これはね、ジョバンニって言って、チョコレートにしよう。もともとはヘアケアブランドなんですけど、確かビバリーヒルズの美容師さんが自分の手が荒れないために作ったシャンプーブランドなんですけど、そこから出たスクラブ。しかもね、安い、2860円でこれ。ヨルダンから来たら5000円になって、ここは2860円。安いね、ロサンゼルスやから。これなんや、私たちには関係ないやつ。でも本当にいろんなオーガニックのものが最近増えましたよね。男性もこのハイジンソープとかすごい家にあるわ。使ってます、私たち。 ありがとうございます。じゃあ一つ、あ、これすごい知ってるんだけど、ちょっと家にあるわ。家にあった、家にあったやつか。家にあった。これさ、これデリケート止めなんですよ。私顔に塗ってたわ顔がデリケート。え、何これ、シャンプー出てる。辛そうやな。めちゃくちゃいいやつやん。これ僕使ってる偏頭痛の人本当にいいですよ。これ、あ、そっちにあるちょっと後ろ側に。これすみません。これがめっちゃいい。何のオイルなんで、スイスから生まれたオイルなんですけれども、自律神経を物理的に整えるようなオイルが配合されていて、なんか普通のオイルだとただの発火の匂いとかなんか単色なんだけど、これは結構深みがある匂いだから。そう、ここに、そう、こことか、あと33プラス7種類の。マスクに手につけてから、マスクにちょっとつけると、あ、自分の呼吸が浅いなっていうのを気づかせてくれるから、ってやなことで、めっちゃいいね。これ、私持ってる。これ何？あ、これスカートソックスです。え、それ結構履いてる人読みで。スカートソックス履くだけで暖かく。それ、サイコさん履いてた。あ、それ、これ？うん。ほうれん草を練り込んでる生地なので、ちょっと腕通すだけでも。ほうれん草を練り込んでる。ほうれん草。これそう。これこれ買いたい。パリの国宝店これが必要。知らへん。それは自分で買ってない。それはあんたしか買わへんものや。いろいろ多分買うよ。いやあんたしか買わへんものなんで私の方が買うの。簡単になります。うん、かかと恐竜みたいなね私。うん、綺麗。いやいやいや。買って。なんでなんで自分でじゃんけんする今日今回は。いや、今回のお会計はじゃんけん。いやいや、あんたの方が稼いでんやん、私より。ねえ、なんで私がさ、全部買わなあかんってなって。あんたの方が稼いで、みんな寄ってくるの、あんた。なんで、なんでなん？あんたも稼いでるよ、別に。あれね、私ら約束したやん。稼いでる方が出そうって言っても。いやいや、でもあんたも稼いでる。いやいや、あんたも稼いでる。でもあんたは私の仕事練りかへんもん。いやいやいや、練りく、練り、なんで練りかなあかんの？すごい満杯やね。わかる。でもダフネ入ってないから、私のヘアブラシがまだここにないもんや。もうクリちゃん自分で買いやん。なんでダフネとかかとのやつは自分で買いやん。なんでって。いや、なんでそんな。なんであんなのやん、完全に。みんなのやん。誰が使うの？みんな使っていいよって、いつでも出しとく。なんぼ8万円ぐらいやな。5万ぐらい。いや、じゃあ当てた人が払おう。いや、近い人が、じゃちょっと待って、金額出るか。遠かった人が払うやんね。いや、初めてに。そんなのバカと4万円だと。これあと見ると思う。あ、ほんとね、かわいい。ピピピよ。何がそんなに高い？